浦崎くん、はい、山下昌司さんに資料は渡しといてくれたんだろうな。はい、私、あ、すいません、これなんですけど、もう直接送っちゃって大丈夫だったってことですか？浦崎くん、それは必ず私に一度確認をと言ったんだろう。そうですよね、すいませんでした。今すぐ私に送ってくれ。はい、送りました。君がちゃんとした資料を作ったのか確認しなければ。はい、すいません浦崎くん、はい、なかなかいいまとめ方です。よかったです、ありがとうございます。よし、ではこれをすぐに先方に送ってくれ。わかりました。ああ、どうしよう。どうした？いや、ちょっと部長、聞いてもらっていいですか？浦崎くん、一体何があった？え、なんか、来週彼氏の親に会うんですけど。急展開じゃん。なんか会ってほしい、会ってほしいって言われたんですけど。え、それってマザコンの可能性ありますよね？いや、全然そんなことはないけど。いや、まずおめでとう。だって、え、いや一旦待って、はい、一旦なんかネガになってない？え、ネガになってます。え、なんでネガになってんのって感じ。実はまだ付き合って3ヶ月なんですよ。早くないですか？え、なっちゃん3ヶ月だった？そうです。え、まずそこにビビったし。はい。え、うちに報告って入れてる？え、言ったよ。言った言った。もちろんそれは言ったんだけど、え、なんかその、え、経緯みたいな、その、なんか事後報告だった感じで逆に。あー、だから、確かにすいません。え、何？やだ。全然。え、知らない流れ。え、何？ 3 ヶ月？はい。え、だからなんか彼氏、なんかさ、その、今、いるみたいな方の報告だったから、うん、もうなんか長い彼氏いる感じかなぐらいに思ってた。3ヶ月、まあ、昔。3ヶ月、うん、昔。え、出会いは出会いは？高校の時の同級生です。マジ？全然いいじゃん。え、でも。あ、プラッタ。これがさ、なんか嫌な感じの出会いだったら嫌だったけど、うん、ごめん、喋りすぎてるけど。うん、え、同級生とかならマジプラってるけどね。でも、それがなんか、うん、結構間期間空いてるんで、なんか。もちもちそうよね。うん、何それ、え、中、高。高校の時の。高校の時の。え、その時はさ、なんかお互い好きだったみたいなノリやん。なんか向こうはそうだ。なし系だ。うん、向こうはそうだったらしいんですけど。あ、向こうが惚れてた感じだ。わかんなくて。え、で何 ?3 ヶ月前に何で会ったの？え、久々になんか出てきて、インスタ見てたら。うん。で、向こうがなんか DM 送ってきてくれてて。向こうから。で、私気づいてなくて、あ、こんな人いるんだと思ったら、え、送ってきてくれてんじゃんと思って、送り返して。え、なんて一言目なんて。最初はオッツを、え、なんだっけな、オッツを。オッツ出せ！オッツ！嘘ダサいかな。え？え、なっちゃんの彼氏、オッツっていうの？オッツ。ごめん、ダサ彼氏。そうかな。そうだよね。マジダサ彼氏なんだけど。なんか、うん、で、なんか、久々だし、飲み行こうみたいな感じになって。あ、結構、あ、いや、で、向こう、東京いるのって来て、私も東京いるよって言ったら、うん、東京での友達全然いないんだけど、みたいな。うん、なんか、1ヶ月ぐらい前に、東京に上京っていうか、会社の都合で来て、うんうん、で、それで、なんか東京に友達いなくてって言って。ちょっとごめん、いい？一旦ごめんなさい。ズームの会議、キャンセル入れときます。OK。ありがとう。なんか、で、東京来たいって言って、来て、で、一回飲みに行って。おう、飲んだ。で、その時は向こうも友達連れてくから、こっちも。え、その時さ、何年ぶりぐらい見るの？え、盛りなく10年。マジ？え、で、どうだった？プラってた？その、あ、その時の印象から。いや、なんか、当時野球だった。え、写真見せて、写真。はい。あ、いいじゃん、うん、なんか、ね、顔は、なんだろう、その、淡白、うん、はちょっと違う。まず違うよ。何素朴な感じだけど、うんうんうん、なんかシュッとしてるじゃん。うんうん、スタイル良くない？身長、背大きい？スタイルと見た目なんか、その、なんかいい、全然、はっきり言っちゃっていいのに。え、違う。私別に顔好きじゃないの。そうそう。だからはっきり言わせて。うん、顔は淡白。淡白って嬉しくない。うん、なんかほんと、チュンチュン、チュンチュンで描けそう。顔。うん。でもスタイル良くない？背大きいでしょ？背大きい。170、いや、でも4。ああ、そうそう。でもなんかスラッとしてて、めっちゃいいじゃん。で、が、違う、悩んでんのそこじゃなくて、うん、なんか。なんで深掘りして、もっと、うん。いや、悩んでん。一旦、何、あ、で、向こうから告ってきたって感じか。何回かデートして。オッケーオッケー。うん、うん、うん。で、向こうの親に、なんか、もう会いに行くみたいな感じになって。マジ？うん。で、3ヶ月でそれだ。違うの、それは。いや、でも全然願いになる必要。ちょっと待って、一旦もうメガネここにかけていい？うん、いいよ。
もうやばい、マジテンション上がってきた。それが、なんか旅行行こうって言ってたの、その日。おう。で、それが。え、それ、どこ行く予定だったの、ここまで決めてなかった。もともとは仙台行こうって言ってて。めっちゃいいじゃん。で、楽しいって言って、旅館取るって言ってたんだけど、なんか、もう、ご両親北海道なのね。うん。だったら北海道行こうって言って。何だったら北海道って。全然違うし。そう。だから、うん、その両親に会いに行くみたいな感じになって、その流れで、どっちみち休みだったらそう使いたいからって言われて、なんか無茶だね。そう、無茶。もうその計画だったんだね、多分。もう合わせたかったんだ、惚れてるんだ、うん、でもお互い28、9、合わせたいっていうかよくわかんない、なんで相手。なっちゃんって28、9、6。うそ、6。あ、6だっけ、うん、あ、で向こうもちろん26ね、同い年、うん、うん。あ、急いでるね。なんか、いや、わかんないの、その、だから、多分なんで、で、私的には3つぐらいあって、うん、結婚本当に考えてるか、で、なんか、親に1回会わせて、ジャッジしてもらいたいか、うん、か、なんか本当に、なんか効率人間で、同時にどっちみち上行くんだったら、もう2人に2個とも済ましちゃえ、みたいな感じなのかなと思って。うん、でも、一番怖いのが、その2個目の、マザコンパターンで。まあ、それはないけどね。え、でも。別に、そんな懸念する必要ないと思う。親と、え、男の人って、親と普通に平気で2時間電話する、うん、いや、しないね。怖い。2時間すんだ。いや、でもさ、その、マザコンって考え方良くないというかさ、例えばさ、その、母親の愛情が深いのは悪いことじゃないじゃん。うん、で、2時間、例えばよ、その、お母さん、お母さん、お父さん、お二人ともいらっしゃる。いるいる。ああ、で、ほら、すごく寂しくてさ、ほら、で、ご兄弟はどんな感じ？わかる？多分一人っ子。もう、それは寂しいよ。それはしょうがないって。本当？二時間喋るのも別に変じゃないと思うよ。そうなのかな？全然変じゃないと思う。ええー。まず、マザコンでもいいじゃんって思った方がいい。だって逆にさ、親をおざなりにしてさ、こっちだけみたいなタイプ、誰も幸せにできないよ、多分。だから、親をさ、大事にできてるって時点で、誰かを大事にできてるってことは確定なんだから。わかる。そう。だからこそ、なっちゃんのことも大事にしてくれると思うよ。でももう会うべきじゃん。いいじゃん、別に。だって人見知りってタイプじゃないでしょ？そんな玉か。そんな玉じゃねえだろ。うん。うん。だから全然いいと思う。よかった。うん。緊張すんな。早いよ、絶対。いい、いい、その楽しんできなよ。美味しいもん出してくれるよ。確かに。飯食うの好きでしょ？飯食うの好き。うん。北海道の美味しいもん最高だよ。家でもいくらとか出るんだって、北海道は。最高じゃない？最高。で、たくさん食べてさ、可愛いって思われてきなよ。よかった。まだ聞きたいこといろいろあるんだけど。そろそろ資料。次の会議の資料が迫ってる。一つ終わったら次がまた一つ。なんか元カノの話普通に。何元カノの話って、